なんだ。はるちゃん、お疲れさん。はるちゃん、お疲れさん。よしよし。赤ちゃん元気？はるちゃんも元気？うん、よしよし。はるちゃんです。ちびちゃんです。元気ですよ。はるちゃんのおっぱいもね、ほら、たっぷんたっぷん、お乳が詰まってるんですね。たっぷんたっぷんですね。ちびちゃんもね、いっぱい飲んでます。お腹がね、ちょっとだけ貸して。赤ちゃん見せて。ほら、お腹もたっぷんたっぷんですよ、ほら。ポンポコリン。ポンポコリンだね。あ、ごめん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 。はいはいはい。順調ですね。あ、出てきた。はい、おっぱいこっち、おっぱいこっち。はい。それでです。毎回恒例となっております。名付けですけどね。もうね、決まっております。決まってるんですね。早速ね、はるちゃん発表しようか。新しいお名前をね。ちびちゃん、このね、男の子の新しいじゃないや。お名前は、こちらです。望遠鏡の棒と書いてね、ともくんと呼びます。ともくんです。ともくんだよ。今皆さんポカンってしてるでしょ。なんで、何、どういうことってね、なってると思います。どういう意味なんだろうってね。実はですね、ともくんの名前はね、新しいママさんがもうね、つけたんですね。今回はね、茶おじさんではないです、だからね、もう本名ですね。最初から本名でいきます、でね、新しいママさん、新しい飼い主さんなんですけど、実はね、ともくんね、ある茶おっ子の弟になります。もうすでに茶おっ子がいるご家庭にね、迎えていただくことが決まっております。もうね、ずっと待ってたもんね。やっとだね。ずっと待っててね、はるちゃんの赤ちゃんをということでね、お待ちいただいてました。で、だからね、もうね、名前が生まれる前から実は決まってたんですね。もう考えられてたんです。もう早くから。それがね、まあいくつか候補あったみたいですけど、そのうちの一つのね、ともくんというお名前に決まりました。でね、ともくんだけ、ね、聞くとね、 なんで望遠鏡の棒でともくんなのとかね、思っちゃうかもしれないんですけど、ちゃんと意味があってね、まだ誰とは言わないけど、今いるね、すでにいる茶おっ子のお名前とちょっとまあ関係してくる感じなんですね。で、ちゃんとね、気持ちを込めてね、意味のあるお名前をつけていただきました。それがともくんなんですね。ね、いつもの茶おじさんの感じじゃないから、えって思ったでしょうけど、まあいいね、お名前をつけていただきました。まあ、ご見学ぐらいかな、ご見学ぐらいになると、誰の弟になるっていうのがね、まあ、わかると思いますので、またね、改めて名前の由来であるとかね、お話ししたいと思います。それまでね、ともくんの成長をね、ぜひ、見守ってあげてください。はるちゃん、はるちゃん、ごめん。ともくんもう一回見せて。ともくん見せて。すぐ返す、すぐ返すけどね。ともくん、はい、ともくんです。僕のお名前はともくんだよ。よろしくね。はい、ともくん元気です。よし、あ、ごめん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 。はいはい、もういいよ、もう取らんよ。ということで、今後はね、お名前決まったので、ともくんね、春の一つ子ちゃん、ともくんの、成長の記録をアップしていきたいと思いますので、ぜひね、楽しみにご視聴していただければいいと思います。あとね、出産に関してね、たくさんお祝いのコメントいただきまして、ありがとうございました。本当嬉しくね、
読ませていただきました。またはるちゃんとともくんよろしくです。はるちゃんお顔見せて。はるちゃんもう邪魔せんとこうね。ごめんごめん。ではでは。